本日はかき出すかき出す、毛穴の奥の汚れも小じわに入り込んだ化粧残りも、なんと国内初のツインブラシを搭載した洗顔ブラシがテレビ初登場。すごい、やばい、気持ちいい。しかもどこよりも安いビートップスだけのお値段で登場です。紹介してくださるのはメディアでも活躍し、これまで多くの人の肌と向き合ってきたエステティシャンであり講師も務める金谷玲子さん。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そもそも洗顔って手洗いやったらダメなんですか？手でぐるぐるマッサージしても肌が痛むだけなんで、深部の汚れは手では取れないし、手でこすりすぎると肌は痛む。それ私ちょっとショック、はい、今まで手の方が一番いいと思ってました。すごく今化粧品でもウォータープルーフとかいろいろな化粧品ができて優秀ですもんね。落ちないっていうのが ね、それが毛穴に詰まったら毛穴は余計に開いたりで、そういう黒ずんだりする汚れを取ってしまわないと肌は重たくなって垂れ下がったりもするんで。待ってください、はい、汚れが溜まると垂れ下がるんですか？はい、そうです。そしたらどうしたらいいんですか、洗顔？そこでおすすめなのがこのツインヘッドブラシです。あ、2個あるじゃないですか。そうです。でまた見てください。動く。はい、そう、なんといってもすごいのは国内初のツインブラシ。このブラシがなんと1分間におよそ500回転して毛穴の中の汚れ、角質、老廃物を取り除き、綺麗な肌にしてくれるんです。しかも自然毛に近い肌触りの人工毛がなんと5万本以上。これがとっても柔らかいんです。こんな柔らかいんですか？はい、これが洗顔をするたびに肌が軽くなってピンと張るんですよ。こういう方向やから、こういうことや。エステのマッサージと一緒です。ほんならもうこれ一石二鳥ですね。そうです、汚れ落ちるだけじゃなくてググッと。そうなんです、このツインヘッドブラシを使うと汚れを落とすだけでなく、お肌の引き締め効果も期待できるんです。そこで美容学校の教頭先生も体験。泡を泡立てて泡を取ります、ね、こっち半眼だけ取りますね、はい、こう落としていきます。眉のところは眉のところの間で、頬のところを引き上げながらずっと下から上、下から上へ優しく、もう絶対押し付けないでください。この口紅も落とすことができるので、っていうかもうファンデーションの色になってる、もう泡の色が。そうです、そうです。で目元も優しくこうやってしてもらうだけでほらもう簡単に取れます。本当だ、何これ。はい、すごい。はい、切り上げますね。もう、はい、こんな簡単なんですか？はい、もう簡単ですね。はい、ポイントメイク落とし使ってないのに。はい、しかもダブル洗顔じゃないのに。そうです。普通チーク塗ってる方が、はい、頬の位置が高く見えるもんですよ。なんでこっちの方が高く見えるの？だから重たいものがなくなってみんなピンと張ったんですよ。で、ここのライン見てください。ここのラインも、はい、この口元のラインとか気になるとこじゃないですか、女性は。もう女性一番気になりますよ、ね、目元、口元。ここが綺麗に張ってるでしょ。こういうとこのシワもほら、こっちの方が薄く見えるでしょ。目立たないでしょ。肌は貯金したり入れ込んじゃダメ、出すこと。もう出して綺麗になろうってことですね。出して綺麗になろう、はい、そのためにこういうツインブラシとか使って本当に綺麗に洗浄してください。そしたら肌っていうのはすごい元気になって、今度は化粧水や美容液がどんどん入り込んでもっとふっくら膨れてきたりします。しかもなんとこちらは完全防水となっているので、なんとお風呂でも使用できるんです。そこでこちらの方にも体験していただきました。手でやってます。結構触り心地も違くて、これは落ちてるなって毎回思ってますね。忙しいのでゴシ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 って綺麗に。いつもの手洗顔に自信満々の2人、まずは手でしっかりと洗顔をしていただきます。その後マイクロスコープでお肌を確認してみると、あれ何あれ、これとか完全に詰まってるよね。いやそう、手だとしっかり洗ったつもりでも皮脂や化粧の残りカスなどが残ってしまっています。ショックですね、これがどんどん蓄積されていくんですよね。いや、何これ、やだ、
じゃあ私こういつもスキンケアやってるんだけど入ってないってこと？そこでツインヘッドブラシを使用してみると、あ、本当だ、気持ちがいい。この小鼻にもいいよ。あ、やってみる。すごいヒットする。あ、本当だ。私ここの隅っこがねすごい気になってて、手だとねなかなかいかなかったんだけど、そうそうそう、これならぐいぐいいくね。ねえ、いくいく、うん、最高。絶対手じゃ無理だね。無理だね。今なくなってるね。なくなってるよね。うん、すごい。やったー、綺麗じゃん。ちょっとこれ私の肌、鼻はね諦めてたんだよね私ね。こんなに綺麗になるんだね。ねえ、手では落ちなかった毛穴の汚れがご覧の通り綺麗に落ちています。すごいね。けどこの2つのツインヘッドって、はい、細かいとこ全部入ってっちゃうんだよね。そうなんですよ。ここで洗浄力を実験。まずウォータープルーフのアイライナーを手の甲に2本引き手でこすってみると、はい、うん、洗顔料でやってみたいと思います。全然落ちない、びくともしない。あ、そうだ、あ、これ以上こすったらだって赤くなってっちゃうもん。そうなんですよ。でこすりすぎはやっぱりお肌によくないですし、よくないよくない。そこで今度はツインヘッドブラシを使うと、はい、え、落ちんの、あれ、あ、ものの数秒だよ。そうなんです。あんなで手でゴシゴシやる。はい、ご覧ください。はい、もうついでにこっちも落としちゃいます。なんでこのブラシで落ちんのや。さささささ。すごい。はい、もう落ちました。そして全く、はい、綺麗に落ちました。これがこのツインヘッドブラシの凄さなんです。この高性能を支えているのはあの加賀電子のグループ会社マイクロソリューションの優れた技術力、さらに国内の工場で一つ一つ丁寧に製造されている日本製なんです。これだけ高性能で、しかも日本製ですよ。だからこそ高いと思っちゃうよね。ご安心ください。回転式ツインヘッドブラシは8480円です。なかなかないから。1980円の交換用ブラシ、今がチャンスです。